やあみんな、私はバッドコンピューター、その名もペニーワン。これからみんなには新しいプログラムナイトウォッチのメンバーとしてバットマンの犯罪撲滅活動を手伝ってもらいたい。知っているとは思うが、バットマンは犯罪者と戦うとき、たくさんの最新テクノロジーにアクセスすることができるんだ。ナイトウォッチのメンバーならそれぞれのガジェットに詳しくないといけないぞ。ガジェットの多くはある装備の中に収納されているユーティリティベルトだ。今日はバットマンのユーティリティベルトについて解説しよう。そこから飛び出す最新テクノロジーについてもお見逃しなきよ。バットスーツの上から装着されるバットマンの代名詞とも言うべきこのユーティリティベルトは、実に様々な種類のガジェットを収納できるようになっている。バットマンはミッションの状況に応じて各コンパートメントに収納されたガジェットに簡単にアクセスすることができるんだ。例えばアクアマンと共に海中でキングシャークと戦うときは、特殊な装置を使い、口から排出した二酸化炭素を新鮮な酸素と入れ替えることで水中でも呼吸ができるようになる。あるいはバットガールと共に難解な事件を捜査するときは、この UV ライト装置がとても役に立つ。この装置で辺りを照らすと、物に付着した人間の指紋を浮かび上がらせることができる。また足跡を見つけられれば犯人を特定する上でさらに有効だ。バットマンはこれらの証拠を特殊なシステムで照合し、それによって容疑者リストを絞り込んでいく。大事なことを言い忘れていた。バットマンはたとえ髪の毛一本のような小さな証拠でも確実にラボへ持ち帰るため、証拠収集用の容器を常に携帯している。バットマンの犯罪撲滅活動ではどんな想定外なものが見つかってもおかしくないからね。たくさんのガジェットの中でもバットマンが肌身離さず持ち歩くものがいくつかある。まずはバットラングだ。この鋭い歯を持つ飛び道具はダークナイトの必需品と言ってもいいだろう。そして次はグラップリングランチャー。この巻き取り式のフックはバットマンの自由自在な移動をアシストしてくれるんだ。さらに敵に気づかれることなく姿をくらませたい時にはこの煙玉が欠かせない。吹き出す煙を利用すればバットマンは忽然と姿を消すことができる。ちなみにこの煙玉を発動させるためには装置自体に衝撃を与えて内部の化学物質を結合させる必要がある。これら以外にもユーティリティベルトは多彩なガジェットを収納できる。医療用キットに手錠、ピッキングツールなど実に様々だ。本当に素晴らしい。言うまでもないが、様々なガジェットを収納できるだけにユーティリティベルト自体のセキュリティも極めて重要だ。とても耐久性のある作りになっているのはもちろんのこと、犯罪者たちに盗まれてしまわないようにいくつかの対策が施されているんだ。例えば泥棒がユーティリティベルトのロックを無理に解除しようとすると、その泥棒は電気ショックとともに大量の化学物質を浴びることになる。その化学物質をバットコンピューターが追跡すれば犯人を簡単に見つけ出せるというわけだ。今日はユーティリティベルトの基本機能について解説させてもらった。みんなのヒーロー活動に役立つことを願っているよ。どんな時もバットマンを見習って万全の準備を怠らないでほしい。最新のバットテックが知りたい時はいつでもバットコンピューターアーカイブにアクセスしてくれたまえ。 DC キッズチャンネルではいつでもバットマンのコンテンツを見ることができるぞ。アーカイブで紹介されてるアニメはどれもワーナーホームエンターテインメントでデジタルダウンロードが可能だ。